気をつけろ。
逃げられはしませんよ、スパルタ人。真実からいくら目を背けようとも何も変わりません。あなたは偽りの自分を演じることしかできないのです。指導者、夫、父親、そして逃れられない運命の鎖に縛られている。あなたは変われない。あなたはこれからも永遠にけだもののまま。そうだ。だがもはやお前の飼い犬ではない。
返そうじゃ。さて幸いなことにあそこに世界の狭間への扉があるではないか。まずは神殿に戻ってからヒルヘイムへ出発するとしよう。
さっきの話偶然聞いてしまったんじゃが、悩みならわしが話を聞くぞ。心配はせんでいい。わしは秘密を守る男じゃ。まあいつでも聞くぞ。はっきり言うが、お前さんはギリシャ人じゃろ。さてな、バレバレじゃ。魔術だ。こりゃぶったまげたぜ。なんだこりゃ。こんなの見たことねえぜ。そりゃおめんところ家宝か。違う。家宝などにはせん。なよ。俺たち兄弟はあのデカブツのためにミョルニルを作った。いいもんは見りゃわかる。こいつは特別だぜ。おい、チビはどこ行った。病に倒れた。嘘だろ。何があった。アース親族か。いいや、私のせいだ。故にこの手であいつを救わねば。まあけじめをつけなきゃなんねえこともあるわな。だろ。何かしてやれることねえか。力になるぜ。ついてってやろうか。いや、装備を見てくれ。それでいい。わかったよ。そんなに急いでどこへ行くつもりだ。死者の世界だ。ヘルヘイムか。そりゃただごとじゃねえな。チン、おめえのこと見てるぜ。
回復したら坊主によろしく言っといてくれ。レイヤから授かったルーンがあればヘルヘイムへ行けるはずじゃ。
ててやるからな。はっきり言っておくが、お前さんがやろうとしていることは完全に無謀じゃ。オーディンでさえ耐えられぬこの極寒をその刃でしのげるとよいが。フレイヤが言っていた橋か。これは世界の間にかかる橋。目指しているのは断罪の橋じゃ。死者はそこから死後の攻め当てのやつじゃ。この橋を進めば会えるじゃろうて。まったくこの場所に戻ってきたくはなかったのに。橋じゃ。死者はそこから死後の世界ヘルヘイムへと渡る。そこを守っている万人がお目当てのやつじゃ。この橋を進めば会えるじゃろうて。まったくこの場所に戻ってきたくはなかったの。
刃の炎を使って道を塞いでいるその茨を焼き払え。理由が分かったじゃろ。死んだ者だけがいるはずの場所。じゃがこの数、おそらく門が閉まっとる。冥界が満杯なんじゃ。審判を下すバルキュリアがいない今、冥界が悲鳴を上げておる。
しまった。どうする？
家の近くで略奪者を殺したが、ここへ来たのか。その割にはすぐ蘇ったが。各世界での時間の進み方は違う。特に霊界とつながっとる世界はの。アルフヘイムの光。あれとは逆じゃ。あそこはアルフヘイムより早く時間が進むが、ヘルヘイムはミズガルズよりも遅い。すまんな、ややこしいのは分かっとる。すぐに息子の元へ戻れるなら好都合だ。おお、飲み込みが早いの。Yeah!
れんわい。ヘルにあるのか。いや違う、バルハラはアースガルスの一部じゃ。認められた死者だけが生ける。名誉の戦死を遂げた者などじゃ。ヘルヘイムは不名誉な死を遂げた者の地。罪人か。それと病気や災難、老衰で死んだ者などじゃ。長生きは恥ずべきことだと。戦場においては年は関係ないということなんじゃ。
殺せば死者が渡れるのか。それで今の事態が好転することはおそらくないじゃろうな。ヘルヘイムの中心部へ向かう障害が一つ減るだけじゃ。せっかく下がる奴もおらんじゃろう。断罪の橋じゃ。あれが万人、死者が本当に死んどるかを確かめとる。奴が持っているのは、あのトーテムには魔術の源が含まれておる。ヘルヘイムの力そのもの。じゃが欲しいのは奴の心臓じゃ。早よう手に入れていこう。どうやる？暴れればいい。得意じゃろ。
じゃ。死ぬじゃ、危ない。危ない、後ろじゃ。動きが鈍った。
心臓を抜き取るのじゃ。ちょいと手が汚れるがの。心臓は取った。これでいいんだな。ああそうじゃ。パイを退散せんとな。クレイトス。ゼウス。ゼウス？我が父だ。ゼウスがじゃと？こりゃたまげたわい。あの場所は何なんだ？行ってはならぬ場所じゃ。よいな。なぜ奴がここに。そんなはずはない。あれは幻影に過ぎぬ。ヘルヘイムは住む者を自らの過去で苦しめるのじゃ。今はあの子の元へ戻ることに集中せよ。Thank you.
静かに見つかるだろうが。にしても寒いな。その刃をさっさとよこせ。なぜだ。さっき力になるって言っただろう。早く。道具を見つからずに置いてきちまって、すぐ戻るぜ。まさか横取りなんてありゃせんよな。ほれ、これで冥界の風を捉えられる。この緑に輝くもんめがけてそいつを投げてみろ。おめえの刃であの風の仕掛けを狙ってみろ。あの扉の真ん中にある小さな玉見えるか。さあ投げてみな。風の仕掛けを狙ってみる。見えるか。あの扉の真ん中にある小さな見たか。これでお前は好きに冥界の風を吸収して放出できる。じゃあ俺らと戦えるぜ。あやつは以前頭を強く打ったことでもあるんかの。時間がかかりすぎた。